YouTube 収録がある日の一日ルーティン。まあね、太陽の光を浴びるところから始まりますね。おはよう。おはよう。家族に挨拶します。時々息子にしかとされますけどね。パソコンでニュースサイトとか SNS 見ながら、ヒゲ剃りしますね。パナソニックのね、ラムダッシュ。もう15年ぐらい使ってんのかな。歯磨きに関しては、あんまり歯ブラシとか、歯磨き粉には こだわりないですね。うん、何でもいいから歯ブラシ。まあちょっと毛は固めのやつがいいかな。これ中田の一日見て。めちゃくちゃ。まあやっぱ一応ね、密着撮ってるよって家族に言わないとね、迷惑です、ね。寝癖を直さないとね。短めの髪ってすぐ寝癖つきますよね。なんでしょう。もっとサラサラヘアだったらいいなとか思いながら。ね、朝からもこう身だしなみをちゃんとしなきゃいけない理由があるんですよ、これね。この後ちょっと生配信もしなきゃいけないんでね。一応そのためのですよ。キュウリ、ブロッコリー。最近妻がね、ジュースにハマってます。オレンジ、レモン、セロリ、レモンがいい。人参も入ってる。人参入ってない、人参入ってない。オレンジ、オレンジ、はい。犬ついてってますね、妻に。で、毎朝9時から行われるオンラインサロンの生配信のためにね、スーツに着替えます。毎朝やってるんですよ。僕は勝手に帯番組だと思って頑張ってます。結構初期はね、 T シャツでやってたんですけど、やっぱりちゃんと着替えようって。着替えます。授業の時と同じ格好ですね。 YouTube 大学の1日に2回ね、このスーツに着替えるっていう、はい、授業の収録のある時はこのスーツに1日2回着替えますね。あえて全く同じネクタイをずっと続けてますね。もう俺といえば、中田といえばこのネクタイなんだっていうね、ユニフォーム化してます。これはね、六本木のテレ朝の近くのね、蔦屋書店で雑貨コーナーに置いてあったんですよ。ブルックスブラザーズのね、ネクタイなんですけど、気に入ってずっと使ってますね。このネクタイじゃないとね、しっくりこない。シャツとジャケットはユニクロです。鏡をね、まだ見てないんで、ネクタイがね、曲がってますけど。はい、お気に入りのグリーンバッグですね。これ先に言っときますけど、この密着むちゃくちゃ長回ししてるんで、概要欄見てくださいね。一応タイムで飛ばせるように、タイムを押したら飛べるようになってるので、勉強してる時間とか
こう準備してる時間とかこれちょっと長いなと思って先見たいなと思ったら飛べるよっていうのだけ先言っときます。飛べますんでね、概要欄で飛べますんで、そのための長回しなんで。ただもう中田をね余すところなく見たいって人は飛ばさず全部見たらね、中田と一日過ごしたぞと同じぐらいの濃度ありますよこれ。それぐらい濃いです。変態ですねこいつ。何なんでしょうこの変態しかこんなモニターの数置きませんからね。多分悪いことしてるやつでしょう。もうこんなにモニター置いて。おはよう。おはようございます。ズーム入ってください。はい、今行きます。大丈夫です。聞こえますか？もし聞こえます。大丈夫です。こっちも聞こえます。今映ってるのはね、まあ、うちのスタッフ玉木さんですね。さ流さないちょっと藤森くんのところの飛び松さんみたいな人気者にね、あのなる予兆が全く今まだないんですけど、これ僕のせいです。これは玉木さんは悪くないですね。僕が玉木さんの良さを引き出せてないだけなんでね。確かに。じゃあホームルームでやっていこうか。うん、でもなんかあって面白いかもと思います。うん、おはようございます。おはようございます。中田敦彦です。おはようございます。さあプログレスホームルーム、今日も始めていきましょう。皆さんコメントの方よろしくお願いします。さあ、コメントはね、今日もしかしたらちょっと見れないかもしれないな。ちょっとスマホの方で確認しますね。あ、タブレットか。よいしょ。さあ。あ、来た。Facebook のコメント読めるようになりました。森田のりこさん、新村さん、有村さん、有村さん。おしきりさん、おはようございます。ソデンさん、ダンドコさん、青谷さん、笹岡さん、おはようございます。あ、今日はちゃんとズームのリンクも貼れてるみたい。嬉しい。ありがとうございます。続々と今入室してくれてます。ありがとうございます。よいしょ。よね。さあ、ここからはオンラインサロンプログレスの中でどんな感じで生配信をしているのか、その様子をちょっとだけお見せしたいと思います。どうなんでしょうか。ではちょっとアナウンスの方していきたいと思います。まずはですね、概要欄に Zoom のリンク貼ってありますので、そちらから入れる方はぜひ入ってください。皆さんのお顔を見ながらお話ししたいと思います。そして Zoom 入れないよという方も、入れる方も Facebook でのコメントの方よろしくお願いします。Facebook でのコメント、先ほどのようにどんどん読みながらですね、盛り上がっていきたいと思います。で、今ですね、仕事中だとか移動中だということでですね、 Facebook のコメントをできない、 Zoom 入れないという方も、見るだけ聞くだけの参加も大歓迎でございます。そしてアーカイブで参加しているよという方はですね、アーカイブでコメントを打っても全然大丈夫です。後でチェックします。そしてアーカイブの方はですね、概要欄が Zoom のリンクからタイム&トピックスという形で、大体何分にどんな話をしたよというのに関わっておりますので、そちらを見てからですね、本編チェックしていただくなり、そちらだけをチェックしていただくなりというのをね、お好きに聞いただければなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。で、タイム&トピックスの下にはですね、ビギナー向けのガイダンス配信の日時とか、Zoom 交流会の日時なんかもありますので、チェックしていただければと思います。というわけで今日も張り切ってまいりましょう。ズームの皆さん、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。皆さんの顔見えております。さあ、このね、今ズーム背景選手権でやってて、背景をね、今これありものの画像なんですけど、ぜひ CG とかイラスト作れる方応募してねということで、本体で明日の23時59分までを締め切りとして募集しておりますので、これぞ、ね、プログレスの背景だと。ね、校舎なのか、教室なのか、そういう背景画面、応募しておりますので、募集しておりますので、応募できる方、ぜひよろしくお願いいたします。
ちなみに今ねかかってる音楽はあのプログレスの効果でございまして、まあ、あの学校コンセプトしたオンラインサロンですから、あの効果を作るじゃないかということで、どれぐらい前か1年ぐらい前かな、あの作ったんですよね。はい、非常にあの素敵な腕になっておりますので、それのダウンロードのリンクもですね、あの無料ダウンロードできるリンクがですね、あの概要欄にタイムトピックスの下に貼られる予定ですので、そこから気になる方はダウンロードしてみて聴いてみてください。歌詞に結構プログラスもね、あのどうあるべきみたいなね、込められてて結構いい歌になっておりますのでね。まあそんな中ね、ちょっと次のテーマ授業のね、何にしようかなとかっていうのをぼんやり考えてます。はい、あの寄生獣は来週の水曜日にしようかなってなんとなく思ってますね。ちょっと漫画少し開けて、うん、漫画連投するとあれなんで、少し開けて寄生獣やろうかなね。それまでこれね、今ねあのワクチンのやつがもう100万回いってて、うん、でこの前ね安い日本のやつも90万回ぐらいいってるから、すごいですよ。ここ最近のアベレージがもうほとんど全部がもうミリオンに行くんじゃないかぐらいの、まあ個人的にはまたちょっと健康系やってみたいかなと思ってるんですよね。一回移住とね、ラーメン二郎の件でサイクル崩れ始めてたんで、少しずつ復帰させなきゃいけないということで、今日ナッツを買いに行こうと思ってます。大量のナッツを買いに行くぞ。なんせシンガポールから生中継で生放送に出れたんですよ。それはすごく喜んでましたね。なんかディレイもなくて、なんかスカイプだったんですけど、ディレイもなくてすごく良かったね、なんて設楽さんに言っていただいたみたいで、なんかまたこういう形で出れそうだね。それはね、すごくね、ありがたいことなんですよ。なんでかというと、まずスタジオ行かなくていいわけでしょ。スタジオ、だって日本にいたら絶対にスタジオに行かなきゃいけないんですよ。にもかかわらず、スタジオに行かないけど出てほしいっていうことは、それぐらいニーズがあるっていう風な見え方をするわけですよね。まあ、ひろゆきさんとかもそうですよね。みんなスタジオに来てるのに、ひろゆきさんパリから登場するわけですよね。それでも出てほしいんだっていうキャラクターになってくる。さあ、というわけで中田のディープな本音が毎日聞けて、中田と気軽にお話ができるのはオンラインサロンプログレスだけというわけなので、ぜひ興味持った方は概要欄から入会の方を待っております。さあ、というわけでね、ここからは生徒の皆さんとお話をしたいと思います。はい、では中田とお話したいよという方、手を挙げるボタンをね押していただければと思います。ちょっとお話していきましょう。おはようございます。おはようございます。はじめまして。はじめまして。すいません、私スイスから拝見しまして、今夜中の、じゃあ朝の4時なんですけど、スイスって今朝の4時なんですね。そうなんです。なのでなかなかリアタイができないんですけど、ちょっと今日頑張って起きてられたので、初めてじゃないけど見せてもらいまして、よかった。もうそんな早朝から聞いていただいて嬉しいです。よかったよかった。じゃあまたちょっと違う方にも話聞いてみましょうかね。ありがとうございます。すごく嬉しいです。緊張してます。緊張しますよね、急に。はい。で、お話するのは初ですもんね。はい、初めてのね。えすごく嬉しいです。これさん、いかがですか、最近のプログレスは。すごく楽しくて、配信をメインにやらせてもらってるんですけど、たくさん交流できてすごく楽しいです。森さん、たくさん配信してくださってるんですよね。見ていただいてるんですか、嬉しいです、ね。でも結構配信する勇気がないっていう人とかもいますけど、結構配信はやってみて楽しいっていう感じですか。そうですね、皆さん優しいので、最初の配信とかも
あのちょっと失敗したりとかトラブルがあったりしても大丈夫だよって言ってくださって、うん、ここまで発信続けられてるので、うん、本当に皆さんのおかげだなと思ってます。うわいいですね。優しい人多いですもんね。配信ミスってね、ディスられるってことはまずないですからね、基本的にはね。そうですよね、本当に。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。森野さんは、その、もともと入られたきっかけって何だったんですか？もともと村井さんも知ってたんですけれども、うん、年が明けて1月に出会いしました。うん。そうですね、今年何か新しいことを始めてみようと思って、ルーブレスに入りました。へぇ。嬉しい。新しいこと始めれましたか？はい、本当に配信も始められましたし、ツイッターも実はやってなかったんですけれども、始めたりとか、うん、あとはこう、なんだろう、自分からメンバーさんにこう声をかけたりすることとかも、うん、今までこうオンライン上でそういうことなかったので、どんどん成長していけてるなって思ってます。嬉しい。ツイッターね、プログレスだけの鍵アカウントのツイッターね、あれめちゃくちゃ楽しいですもんね。めっちゃ楽しいですね。僕もしょっちゅう見てます。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、嬉しいですね。というわけで、本日のーホームルームは以上とさせていただきます。というわけでご視聴くださりいきましょう。生きてて楽しい。ではまた。それでは失礼します。この後ズームの方をお見送りさせていただきます。よいしょ。で、ズームが続いておりますので、ズーム皆さん、呼ばれた方から、退出していただければと思います。でも、すごい楽しかったですね。なんかね、ポロシャツの方もね、非常に、多くて嬉しかったです。まだ、ニューポロシャツがね、もう少しでこんな感じって見せれますんで、あと数日お待ちいただければと思います。いろいろ工夫しておりますので、楽しみにしておいてください。それでは、今日もありがとうございました。たまっちありがとうございました。お、宮下さん、ダンドコさんありがとうございました。移動中かな。節子さんありがとうございました。エリワイルドさんありがとうございました。なるみさんありがとうございました。まゆりさんありがとうございました。渡辺さんありがとうございました。立田さんありがとうございました。玉木さんお疲れ様でした。それでは失礼します。で、朝ようやく食べ物を食べます。オートファジーですね。16時間開けてなんで、まあ朝飯は抜いてっていうやつで。めっちゃこれ自分で言うの初めて。めっちゃされるのが嫌です。何かが人がこうやっぱりこうさカメラの前でそれだけでさ、うん、違う、ね、緊張する人に見られてる感じ、なんか気張っちゃう、うん、でも意外とセルフ密着の方がいいのかな。うん、確かに移住の密着の時ってさ、うん、回してんのってディレクターじゃなかった？うん、私回して、あとなんか家に来た時だけ、うん、最後の家に来た時だけ、うん、チェックで入ってたけど、でも回してたのもいつものプロデューサーだから、ね、知ってる人だからさ、うん、気楽な感じ、うん、関係性がすごい大事かもね。スタズミさんとかだったら大丈夫だろ。全然知らないディレクターの密着、すごいストレスだもんな。イケイケだったりする。うん、そうかな。テンションも上がってる人、向こうも取れ高すごい気にしてたりして、うん、確かに。昔川口、うん、NHK でその密着した時、うん、友達すぎて、うん、めちゃくちゃ俺態度悪くそれはそれで友達。中学以来の友達だった。いや、小5から
今日何食べたい？あの。昨日そば。ぶよぶよのそば。なんであのことになったんだろう。茹ですぎたか。ちょっと凍ってたからか。なんか見たことない状態なんですよね。そうだね。多分この乾麺で買ってきてみる。ドンキで。多分乾麺だったら日本でも作ったことあるから。あのいわゆる茹でタイプのさ、パッケージに入ったのって、うどんとかあるけど、そばは、そういう初めて見たもんね。そうなんだ。今日何食べたの？さあここから収録に向けて勉強大詰めですね。もちろん前日からね、下準備してるんですけど、飽きたら次のチャプターに行ってくださいね。下の概要欄で、ね、勉強の次、ホワイトボードを記入するよっていうところに飛ぶと、まあ、様子がわかるかなって感じですね。今はね、基本的に電子書籍なんですよね。シンガポールにいるから日本の書籍がまずお金かかるのと、まあ、手に入る点数が少ないので、電子書籍だと一発で買えちゃうんでね、こうやってめくりながらラインを指で引いて、でノートにメモっていくっていう、そういう感じですね。はい、ようやく勉強終わりそう。さあここからホワイトボードを書きます。今はホワイトボードは小さいものに書き込んだ後で、それをグリーンバッグに後で合成で入れるって感じです。これね、もう気づきの方いるかもしれないですけど、稼げるビジネスって書いてるんですけど、獣編になっちゃってるんですよ。これ乃木編なんですけどね、後でね、スタッフの玉木さんに指定されて修正するまで気づかないんですよね。なのでそこはすいません。お気づきの方いるかもしれませんけどね、書いた後結構消すんですよ、うん、全部まとまって完成してノートで、でそれで書き始めるという時もあるんですけど、書いては消ししながら言葉をね直すとかも結構あります、はい、うん、ここが勝負ですね。もうホワイトボードきれいに作れたら、もう授業はあとはもう全部アドリブなんで気持ちよくやれるんで、もうホワイトボード作るまでの、ね、準備がね苦しいんですよ。そこまで丁寧に仕込むっていう、もうそこまでがね、ネタ作りだと思って頑張ってます僕は。本番入ったらこのホワイトボードだけがねパートナーなんで、あとはお客さんの前でね一生懸命弾けれるように気合い入れます。もう多分日本で一番丁寧にホワイトボード扱ってんじゃないかな。うん、あ、授業しながらねさらさら書くみたいな、ああいうことしないですね。もう入念に準備します。僕にとってもこれがもう魂の石板ですよ。魂の石板、くさび型文字ぐらいの感じでね、刻み込んでますね。黒、青、赤、もうこの3色だけね。情報量限られてますから。
タイトル消すんかいって、ようやく街が気づいたんかなって、獣編じゃねえよって、稼ぐは、獣編書いてる、獣編書いてる、字をきれいにしたかっただけ。まあ、あの、そろそろ次のチャプター行っても大丈夫ですよ。あの、いや、フレンチのシェフがお皿の端拭くみたいな感じにしてるけど、ホワイトボードを指で隙間のあの粉とかを拭くっていう作業、神経質ですね。こいつは絶対に敵に回したくないですね、この男だけは。ホワイトボードを変態的な神経質さで整えてました。そこから機材のセッティングですね、はい、技術さんがやることですよね、タレントだったら。スタジオの、あの照明のセッティングを今タレントがやる時代です。これが大 YouTube 時代ですね、はい、ホワイトボードを写した写真を、うん、こっちに、うん、ズームで写して、うん、やれるように合成します。うんうん、そうです。パソコンが2台あるのはなぜ？これは配信用と Zoom の画面を映す用で、あ、みんなの Zoom の画面がこっちに、うん、でみんなが見えてるのは僕のワンショットっていう、うんうんうん、2つ必要なんですね、 Zoom のアカウント。うん、なるほど。ホワイトボードここにいつもあるんだ。そう、下に置いてることで、まあ、チラ見できますよ。やっぱりみんなの顔が見えた方が授業しやすい。そう、もう芸人だから、結局人が笑っててくれないと何にもやる気が起きないよね。うん、みんなが笑ってくれるからやってるだけで、もうそれ以外にモチベーションはない。もちろんね、お仕事してお金を稼ぐっていう喜びあるんですけど、リアクションがないと。リアクションがなくてお金が倍入ってきても多分楽しくないでしょうね。うん、だからこのオンラインサロンのプログレスのみんなが生で見てくれてくれてるっていう、それがもう本当最大の喜び。うんうん、もちろんそれをね、オンエアして、あの YouTube 見てくれてる視聴者の皆さんがいるのはすごい嬉しいんですけど、正直そのやってる最中はさ、うん、YouTube の視聴者っていうところに届かない。うん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 、だからやってる最中見てくれてる人っていうのはすごい大事なんですよ。うん、Zoom のバーチャル背景っていうのをうまく利用して、うん、生配信だけど合成できるっていう、生で合成するっていうのを利用してます。調整したりする。1時間半はかかる。カメラ2つない？え、これが生配信で、うん、こっちが収録です。おー、で、見てください。ん？こっちの前見るともう合成されてるでしょ。あ、ほんとだ。さっき撮った写真が、ーカーペットの上にホワイトボードを置いて撮った写真を合成して生配信できるんです。うーん、だけどこのままだとちょっと大きさが小さいなってなって、うんうんうん、なのでこの写真をトリミングします。で、なんとなくこれぐらいかなみたいな、ちょっとトリミングして、で、それをもう一回バーチャル背景で
取り込んで。全部自分でやってるんだ。全部自分でやるんです。するとですね、ちょっと大きくなった。ちょっと大きくなって、うん、これ許容範囲かな、どうかなとか言われたけど、もうちょっと大きくできるかみたいな、ボンボン、お、ちょうどいいかもみたいなね、大きくなった。こうなったらここで、うん、授業ができる。落ちる。おお、落ちた。すると皆さんの顔を見てるとカメラ目線に自動的になるという位置関係が作れます。なのでこれで授業準備がようやく整ったので、あとはこの配信をするのと、このカメラですね、収録用のね、あ、これもさっき調整したので、もうこれはこれ撮れるので、うん、これの音声を撮るのがあるんですけど、電源もつながりきる。これなんか本当コロナになる前は全部スタッフに任せた、うんうん、コロナになってから自宅で一人でやり始めてからかな。この充電してた電池ですね、見てですね、詰めます。こういうのってスタッフさんがやってるの見たことある？あるあるある。これは乾電池の充電式なんですよ。うんうんうん。これを見たら電池があるなって。でこれはこっち用、収録用。そう、収録の音声で、ここに直接LINEで入れます。だから授業の準備は1時間半前には終わってないと、うん、このセッティングに、これライトもあるからね、セッティングに1時間半かかるから、うん、あ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 、で、これで、こっちも電池つけると、あ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 、ここが反応して、取れるようになっていると。いうので、これでスタートですね。はーい。という形で、だいたい出来上がり。水ですね。授業中の喉がカラカラになるので、うん、水を用意しておくと。はい。中田のメイク適当です。これ1本ですから、うん、三ツ吉、うん、ドーラの会社で日テレでね使ってたんですよ、これを、うん、メイクさんが、うん、でそれ見てアマゾンで買ったって。でそれをスポンジも使わず指で塗る。ただそれだけの話。メイクのポイントは、メイクのポイント、ただ指で全般的に塗ればいい。均等に？均等に。何も合わない。重点的に塗るところとかは？ヒゲとかはね、あの青いから隠すとかはあるけど、うん、クマがあったら隠すとかあるけど、うん、基本的にそういうのやることがない。女性向けのメイクさんとかすごいいろんな道具使っていろんなことやってくれて、うん、ありがたいなと思う。何の関心もなかったから俺はね、うん、だから藤森君とか結構専門のすごいいいメイクさんとかつけてるけど、俺はもうこれでいいんだよって言って。あ、でもつるっとしてきた。え、
それでもやっぱ YouTuber の人ってメイクしないでしょ基本的に、うん、男性 YouTuber とかだからそういう意味で言うとタレントなんだなと思う芸能人 YouTuber って言われるんですよ、まあ、そういう呼び方も後に残念だろうな芸能人 YouTuber も YouTuber も垣根なくなって男性ファンデーション今売れてるみたいだねそうなんだ、うん、CM やったりしてるあなんかさ久保田正孝くんうん大事なプレゼンの前にそうでもまだなんか俺どうだろうなタレントだったらだけど普通の人がさ男性をメイクしてることに対するコンセンサス取れてるんだろうなんだけど化粧品会社売りたいからね新しいマーケット獲得のために行くだろうそこまで1日2回この格好なんだ何配信ですかねハウスキーピングの人にさうんすごい機材が日に日に増えてるから、うん、リビングにガツってある家族写真を見て、うん、あれはあなたが撮ったのかっつって、うんうんうん、あなたはフォトグラファーなのかって言われて、うん、いや違うっつって、うん、あれはプロのカメラマンの写真であって、うん、これは動画を撮影するためのものだって説明したの、うん、でその後、うん、この格好に着替えてる時に、うん、あのハウスキーピングの同じの人が来たから、うん、あ今日は上司と話すのかって言われて、うん、いや違うと。うん、私は会社勤めをしていないだからちょっとずつヒントをあげてるこれ絶対何を機材を立ててスーツに着替えて頻繁に、うんうん、上司がいるわけで Talk with boss Oh what boss? Oh no no I don't have boss って上司はいないし会社勤めもしてないけど、うん、頻繁にスーツに着替えて何かを連絡し取り合ってるっていう、うんうんうん、そういう謎の男に私も気になってたこんなに機材が部屋にある人もいないだろうなって思ってそうだよね、うん、だからどういう予測を立てるどういう予測立ててるんだろうっていつか話したいなって思ってそうだよね、うん、言ったかな俺ライブ中から言ってないんじゃない、うん、言ってないわよくわかんないかもしれない、YouTuber まだね、そんなにねそこまで浸透してるようで、浸透してないって言われてますでしょ年代にもよるし年代にもよる、うん、なんか中性ってなった あそのホワイトボードなんですけど、うん、あのタイトルの稼げるビジネスの稼げるが獣の辺じゃなくて乃木編ですね乃木編だな完全に恥ずかしい間違いだ獣のように稼ごうとしすぎてる乃木編だ実る意味な写真撮り直しだこれです皆さん授業始まります
さあ、まずはですね、概要欄の方に Zoom のリンクが貼ってあるかな。いつもね、失敗しちゃうんですけど、コメントの方ができてますでしょうか。始まりました、言うてツイートの方お願いします。はい、大丈夫です、押しました。石田さん入ってくれてる、ありがとうございます。お、井原さんも入ってくれてありがとうございます。お、野村さんはリアタイできて嬉しい、ありがとうございます。今日もホワイトボードバッチリ、そうなんですよ。もうホワイトボードが命ですからね。で、ここにね、ちゃんと出るようにして配信ができるという、シンガポールに来てからのこの進化ですよね。この進化を誰が予測したでしょうか。グリーンバックのバーチャル背景を、ズームのバーチャル背景をこんなに利用してる男がいるんでしょうか、世界。私にとってバーチャル背景ですね。もうこの、仕事上なくてはならないものに今なってる。グリーンバックの使い方も様々ですね。いや、だからやっぱり追い込まれるとイノベーションが起きるんだなっていうのは常に思いましたんで、環境を変えてみたりとか、この状況下で最大限やるにはっていうね、工夫がすごい良かったんじゃないかなと思いますよね。さて、ジャストオンタイムで今日は始めれたらいいなって思ってます。よいしょ。なので音声はもうオンにしとこうよ。あ、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 OK、音声入ってます。よし、じゃあこれで録画しちゃいましょうかね。録画しちゃいましょう。よいしょ。あと今雨が降ってましてね、雷が落ちたら音が入っちゃうんでね、雷だけ落ちないでくれっていう。シンガポールもね、ほんと時々ね、スコールとね、雷がね、激しいんですよ。うん。投資をね、結構お金の授業でやってきましたけど、今日のお金の授業は稼ぐっていうことでね。まあそっちの方が身近でしょうしね。なんか稼いで種銭を作ってから投資っていうね、最終的にはそうなってくるから、まあ、稼ぐことにはなみたいななってたんですけど、今日は稼ぐことにフォーカスしてる授業ですから結構短いかもしれない。さあ、それでは行きましょうか。よしよし、じゃあ行きまーす。皆さん準備よろしいですか。はい、 OK、 OK、 行きまーす。どうなかな授業です。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリームお金の授業、稼げるビジネス編。やっぱり稼ぎたい、ありがとうございます。やっぱり稼ぎたいですよね。稼げないビジネスをやりたいっていう人はね、もう結構な、このなんだろう、マゾシスティックなこう感覚を持ってるね、人ですよ。あんまりいないですよね。そういう子供たちが増えたら日本は元気になるんじゃないかなと思っております。皆さんのやりたい仕事は何ですか。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあですね、この後ちょっと皆さんに、なんか修正するところとか、誤字脱字とか、なんかありましたら、まずは優先的に聞きます。ないですかね。では、感想の方をちょっと聞いていきたいかなと思います。感想とか話したいことの話ください。お、ありがとうございます。じゃあ、そうですね。はじめまして。あ、はじめまして。田中翔と申します。はい。田中達彦さんのオンラインサロンには、今6ヶ月目ですか、入ってます。ありがとうございます。稼げるですね。ちょうど、私も会社を立ち上げて、やってるところで、どんな風にやったいんだよ。いろんな人のことをやって中で、この話をすごい聞いてよかったと思いました。ありがとうございます。みっちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。手を挙げたものの当たることがない。いやいや、思ってください。ありがとうございます。今回は授業のホワイトボードを見た段階で、あ、私これ打ち抜かれるやつやっていうのを分かった状態で見てたんですね。あ、テンポ型だから。
はい、もう完全にこれは固定費がかかる飲食業をやってて、うん、で、あの合法的な依存性の高いものを山ほど使った商売をしていたので、あ、じゃあいいじゃないですか、儲かるじゃないですか。儲かるんですけど、やっぱ固定費がかかるっていうのもあって、うん、今はやってないんですけど、なんか今回は結構物価レベルの高そうな授業だなと思ってて、すごい楽しく体験させていただきました。確かに。俺のフレンチの真実に関しては本当にすごい公表していただいてすごくありがたいというか、お、嬉しい情報だなと、皆さんご存じないので。あ、そうなんですね。あ、やっぱり飲食やってらっしゃるから、俺のフレンチに関していろいろ思うことがあったんですか？あ、というかその若い人たちがなかなか上に上がれなくて、安い給料で働いてるっていうのもやっぱすごい問題にはなってるんですけど、なるほど、それをインベンションしたのがあの会社だっていうことを知らない方がすごく多いので、すごいこう、あり、嬉しい情報だなと。ありがとうございます。打ち抜くばかりじゃなくて、良かったです。打ち抜くばかりではなかった。打ち抜かれたのは初めの時だけで、ちょっと楽しませ、うん、ありがとうございます。では今日の授業はこんな感じにしたいと思います。また明日のホームルームでお会いできたらと思います。今日の授業も参加していただいて本当に嬉しかったです。お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼します。それでは失礼します。よいしょ。3人の元夫っていうドラマね、ぜひご覧ください。こんな感じですかね。うん、ではよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。口に入れてるんですか、この人。私入れませんよ。何食べてるの？肉。肉？シーチキンじゃない？肉まんじゅう。肉まんじゅう？違う、あの顔にシール貼ってるし。あ、それは1年間つけ続けないと罰金20円です。どういうこと？これつけ続けないと罰金20円。うん。何食ってんだよ。肉まんの中の、肉まんの中の肉だけ食ってるんですよね。違う違う、まんはもう最初に食べたのそう、だから肉だけ今口の中に入ってる。ご飯食べに行くんじゃないの？ご飯食べに行くよ。どうすんだよ。肉まんもらったの。腹いっぱいになってんじゃん。いっぱいになったの問題だよ。問題だらけだよ。明日までチャンス。明日までしか。だって私もそれやってほしい。
家族記念写真みたいなことじゃないのよ。え、違う違う、うん、ちょっとみんなでさ、入ろうよ。え、バカ、みんなで入っていいよ。じゃあ、え、じゃあみんなで入ろう、みんなでせーのってしよう。せーので何するの。あ、かわいい、自分で言うのもなんだけど。はい、4人とも、ちょび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 、おいで、おいで。あ、かわいい、はい、ちょび。家族でワンショット、皆さん写真撮るなら今だけです。写真撮るなら今だけです。せーの、はい、オッケーです。サムネ、サムネ、モザイクモザイクあるから。何だよ、何食べに行くの。どうしようかね、どうしようか。もう軽くでいいですけどね。まあ今肉まんを食べた。本当に肉まん食べてた。肉まん食べてた。シャオンヤーラ、シャオンヤーラ、シャオチンポワー、ギャー。じゃあ家でワインでも飲もうかな。なんでよ、お外でしょ。なんかみんなさ、ラストスパートだって結構混んでそうなイメージな。家でワイン飲もう。なんだなんだ、店も外食が6月まで禁止になっちゃう。そうよ、1ヶ月くらい大変だね。やりやりですよ。やっはっよ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 っ珍しく形にあ、いける。えいっ、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。あ、ロゼ、あ、ロゼだ、ロゼシャンパンか、はい、初めて飲む。えいっ、じゃあシャンパンぐらいするね。じゃあ、ごめんね、ヒーリングだった。じゃあ、ちっちゃい、この状態もちょっと待って、そう、ちっちゃい、はい、大丈夫。また像作ってる。粘土、粘土で今像作って、リンゴを食べます。そうです。いや、あ、シャン状高いそうです。お、美味しい。うまいじゃないですか。あ、さ、ここに一粒がついてたから、さ、うん、刻んで、なんかこのゴルゴンゾーラパンデールで、これ何だったっけ。ハード系のチーズ。ハード系の新しい量がやってきました。辛くないじゃないですか。これバジリコ、バジリコ、サラダ系。これが今日です。今日の顔です。これが今日の顔です。あの、うん、お昼食べたさ、うん、どう、あれは、うん、じゃなくて英語でバン。あ、バンで。これが今日の薬です。なんだっけ、なんとかパンとかって名前になってて、中華、中華式ハンバーガーって言われてて。確認の、確認の。チャイニーズハンバーガー、ね、結構メジャーなんだ。肉ライブ、肉ライブバーガーインスタメジャー。今日の尻尾ちっちゃい。今日の尻尾ちっちゃい。今日の尻尾ちっちゃい。うん、おいしい。何で好き。
ぶどう食べる。皮を剥いて。うん、どっちでもいいよ。自分で剥いてみる。いっぱい。このままだったら、このままでも食べれるよ。そうだよ、あっちで美味しいよ。いや、緑の方が。自分で剥いて。これ、一個やる。一個。でもそのまま食べてたら美味しいよ。そうだ、そのままいけんね。シャリッと、ポリポリ。でもしゃー緑のほうが美味しいんだよ。言ってみる。あ、しょうだ、あのさ、幼稚園でぶどう、うん、食べたい。うん、でも皮付きだよ、その時。いいの。うん、じゃあ今度ぶどう、かじってみ、かじってみ。ぶどうを剥いてもらえる人生ないで。日本のぶどうは剥きやすいけどさ、シンガポールのぶどう剥きにくいの。ほら、食べやすい。食べれる、上手じゃん。美味しいでしょ。甘い。甘い。甘いだしょ。ほら、パパだしょ。なんで？ゴルゴンゾーラ見てる。いや。ゴルゴンゾーラは大丈夫。一個ね。ゴルゴンゾーラ苦手だ。あと一個。積極的に食べる。やだ。ゴルゴンゾーラが主役です。うん。じゃあ、瓶牛乳1本追加。じゃあ。瓶牛乳2本追加。食べ終わって、もうお腹も不気になった。私たちアンチが来ません。私たち子供と大人へのアンチが来ませんようにお願いします。アンチが来ませんよ。そうだな。あっち来ないでください。あっち来たらパパはブロックするから。ブロック。ブロックだもん。ブロックだもん。ブロックって何？ブロック。バリア。バリア、そう、バリア。太陽に。走ったら5分20円。じゃあ、ここ入ったら電気消して。ウェブコミュニティプログレス、毎朝1時間の生配信と週2回の授業観覧、終わらない学園で仲間と出会える。詳細は概要欄のリンクから。私はあなたを待ってます。聞く YouTube 大学 in ボイシー、前後編ノンストップでバックグラウンド再生も可能。移動中や作業中のインプットに最適です。概要欄のリンクからどうぞ。カードゲームゼロ、10種類のカードが高度な心理戦を生み出す。分かりやすいルールで2人から5人までプレイ可能。頭脳を駆使して勝利をつかめ。